この新しい動き、流れ、エネルギーに大きく翻弄されてしまい、人生が狂っていきます。ようこそ。予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。今から世の中がひっくり返るということについてお話しします。あなたはこれから訪れる大きな変化について気づいていますか ?2024 年には予想外の大きな変化が訪れ、私たちの日常は大きく変わります。これから大きな変化が起きるということは、あなたにも間違いなく変化が起こるということです。その変化がどのようなものなのか、その変化に対してどうしたらいいのか、どうしなければいけないのか、それを知らないとやばいのはお分かりになりますよね。そのためにも気の領域という見えない領域から降りてくるメッセージ、神様からのメッセージを受け取る、そのような姿勢というのも絶対必須となります。今日は2024年に向けての大事な心構えの話をしたいと思います。2024年に起きる大きな変化とは、まず2024年のスタート、1月1日が天赦日と一粒万倍日が重なっている。それだけでも元旦が複数開運日というのは尋常じゃありません。また1月1日から1月28日まではグレゴリオ暦という実の領域、物質世界の暦、世界中が使っている暦であるグレゴリオ暦と気の領域を司る暦、神様もお使いになられる暦であるカタカムナカズータ暦が完全一致するんです。それは君がよ、気と実のエネルギーの統合と関連していて、また暦という天体とのリンクにおいても大きな転換点が来ます。これらの天文学的、歴史的な出来事は私たちの内面と下界のエネルギーの流れを変えます。この期間中に自分の内面、精神的な部分やら、自分の内にある気の領域、それと下界の物質的な現象とのバランスを失ってしまうと、この新しい動き、流れ、エネルギーに大きく翻弄されてしまい、人生が狂っていきます。でも残念なことに多くの人がこの時期の大事さを知ることがありません。その情報に接したとしても信じない人も多いです。でもこの時期に適応しないこと、それは結局これからの人生をうまくいかない、ついてない、思うようにいかないということを作り出していきます。今日の動画を最後まで見ることで、あなたはこの大きな変化が分かっている、そんな状態の中であなたはどう行動すべきかを知ります。そしてその行動が神様の意に沿っていることが大事であり、そのためにはどうしたらいいかということも理解できます。今後大きな変化に応じて起こってくる体調の変化、情報との出会い、衝撃的な出会いなど、神様の意を示すサインを受け取るアンテナが立ちます。このアンテナを立てることがすごく大切なことで、2024年を飛躍の年にするのか下落の年にするのか変えてしまいます。この世の中が変わるチャンスを生かすあなたになるための大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。世の中がどうひっくり返るのか、2024年はこれまでなかった、そしてこれからもない、そんな1年になると考えられます。そのサインとして1月1日の意味、それは元旦が一粒万倍日であり、天赦日という天が全てを許す日、1年に何回もない、そんな日が重なっている。しかも一粒万倍日は前日の大晦日から年をまたいでつながっている。すごくないですか。しかも1月1日から1月28日まではグレゴリオ暦とカタカムナカズータ暦が完全一致。つまり気の領域という見えない世界と実の領域という見える世界が統合され調和される、そんな期間がこの2024年の最初に来ます。そしてまた6時間子という60日また60年ごとに一周していく暦、えとが一番最初のスタートの日、木のえねの日が1月1日元旦になっています。60日ごとにえとの日は回転していきますので、1年間に6回はあります。
それで360日で、その後5日ずれていきます。うるう年もあります。そういう意味で、次の元旦が木の根の日になるのは5日。それは57年先になっちゃうんです。約60年に1回しかない元旦が6時間死のスタートの日であり、カタカムナカズータ歴と一致していて、そしてスタートが転写日であり、一粒万倍日。すごすぎるんです。ですから、まずこの1月のスタートから、木と実の統合のエネルギーが起こると知っておいてください。木と実の統合、これが君が代が作られるということです。あなたは君が代と聞くと、天皇参加、天皇万歳と考えるんじゃないでしょうか。でもそれは GHQ による洗脳です。君が代というのは天皇参加、皇室参加ではなく、世界の究極の平和の成就と真の幸福の達成、それを予言する言霊なんです。天界に通じることができる言霊、それが君が代です。この君が代が意味している木と実の統合、それが暦上で現れる実の領域を表すグレゴリオ暦と木の領域を表すカタカムナカズータ暦が完全一致する2024年1月の最初、これはとんでもない大発展の期間になると言って過言ではありません。カタカムナカズータ暦というのは28日周期でずっと一定のリズムで一月が進んでいきます。月の回転のように、地球の自転のように、地球の公転のように、ずっと言って、グレゴリオ暦のように1月が31日だったり、2月が28日だったり、そんなにちょっとスピードを上げてみたり、ちょっとゆっくりになったりするような、そんな天体ってこの世にありませんので、グレゴリオ暦は暦とシンクロしない、暦とどんどん離れていってしまう覚醒しない暦です。ただしグレゴリオ暦は多くの人が使ってしまっているので、その不自由さ、おかしさ、そういったものが天界に上がっていますので、身の領域、物質世界においてはそのような不自由さやおかしさ、そういったものが出てきているんです。そしてカタカムナカズータ暦は28日周期でずっと進んでいきますので、グレゴリオ暦とはどん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 ずれていきます。そして追いついたのが2024年1月1日、そこで追いつき、今度は抜かしてどん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 先に行きます。ですから2024年の1月1日から1月28日だけグレゴリオ暦と一致します。その後絶対に一致することはありません。どん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 離れていきます。そのような気の領域と身の領域が一致するこの年初、どれだけ希少で大事なのかお分かりになるんじゃないでしょうか。しかも60日に1回回ってくる6時間死の一番スタートの気のエネ、この日が1月1日にピタッとハマるなんて奇跡です。ここまでいろんなことが重なるなんて偶然としてはできすぎてますので、これは間違いなく神様からの筋書き、大きな変化の年、まさに大きな変化への準備をしなさいというメッセージだと受け取ってください。日月神事の予言、日月神事という日本が誇る大予言書の中で神様が予言されています。日月神事というのは国の常たちの神という高格な神様が神道家の体におり、その神道家の意思に関係なく筆を進ませて書かれた大予言集、それが日月神事です。その日月神事の中で神様はこのようにおっしゃっています。神をそちのけにしたら何も出来上がらんようになったぞ、国取り来てグレンとひっくり返っておろうがな、それでも気づかんかとおっしゃっています。これは神様の意向を知らず、神様のお気持ちを考えず、人間の勝手で進めていたらとんでもないことが起こってくるぞ、国を盗むようなやつが出てきてグレンとひっくり返るぞ、それでも気づかんかという意味です。つまりグレンとひっくり返るというのは、体制がひっくり返るということと同時に価値観もひっくり返るということです。まさにこの予言は2024年を言い表していると読み解けますので、2024年、価値観が大きくひっくり返る、その時に神様を念頭に入れない、神様のために行動しないというあなたであったらやばいことになるぞということなんです。最近見えてきている事象の中でも、政治でもそうですが、世間
に起きている事件や戦争などを見ても負のバイブレーションが連鎖している流れも見えてきています。でもそれに対して神の意を汲み取るような、神の意に沿うような行動をする人もこれから現れてくる、人々の目の前に出てくる、そのような良いも悪いも大きな変化が起こってくる、それが2024年だと考えられます。そのような大きな変化の時期に何が大事なのか、それは自分がどうするのか、その大きな流れに自分はどう乗るのか、これを考えることが大きな課題です。神の目を持ち、神の意を考えて生きる、そのようなことが必要になってきます。そしてまた注意しておかないといけないのは、神様の意というのはあなた自身の人生がガラッと変わる前兆やサインとなって現れるということです。この2024年にそのようなあなたの人生が変わる前兆やサインが見えてくると考えて過ごしてください。特に木と実が統合される1月あるはずだと思ってください。人生がガラッと変わる神の意に気づくためには、まずは神様からのメッセージやサインに気づく、それが大事なんですが、気づくためにまず必要なことは、どのようなサインが現れるのかを知っておくこと、これがめちゃくちゃ有効です。こういうことがあったらこうなんだって分かっとけば、こういうことを探せばいいわけですよね。そのためにもこういうことと言えるもの4つをお伝えします。まず1つ目、今まで自分が正しいと思っていたことがそうじゃなかったかもと感じられる情報に出会うこと。まずそのような情報に出会ったら自分の人生変わると思ってください。今まで当たり前だったこと、何の疑問も持たずにやっていたこと、それが大きな間違いであったり、すごく悪いことであったり、そのようなことに気づいたりすると思います。そのような情報に出会うと思います。その時にはあなたの人生は変わるチャンスなんです。2つ目、今までやっていたことが本当にこれでいいのかという疑問が湧いてくる、または今まで続けてこれたのにやる気がどうしても出ない、そのような場合は神の意のサインです。間違いなくそれを感じた時には、あなたの人生、あなたの生き方、あなたの在り方を見直すべきタイミングとして来ています。それをそのまま我慢したり、疑問を持たないでそのまま続けたり、それはしてはいけません。まずは本当にこれがいいのか、やる気が出ないことをこのまま続けていいのか、何のために自分は今生きてるんだ、何のために行動しているんだ、そこに立ち返って見直すタイミングだということで、そのサインが現れています。3つ目、衝撃的な出会いをする。その出会いというのは人であったり、本であったり、 YouTube であったり、まさにその出会った時にこれこそが欲してたものだ、魂が求めていたものだというような感覚を持つ出会いがあると思います。そのような感覚がなんとなく感じた時には、ぜひ深く付き合ってみる、とにかく買って読んでみる、見てみるなどをすると、今までになかった気づきや、すごい納得感ややる気が起きると思います。そして大事なのは、その時にその感じたことを必ず文字に残しておいてください。文字の残し方は紙で書いてもいいですし、パソコンに打ち込んでもいいです。よかったらこの動画のコメント欄を使っていただいても結構です。その感じたことというのは必ず忘れますので、感じた時に残しておく。これがめちゃくちゃ大事です。ぜひやってください。4つ目、体調の変化。体調が変化する可能性が高いです。僕が日頃からお伝えしている心意体術、心という感情、意という思考、体という体と行動、そして術というスキルや知識、これらがバランスよく整っている状態が悟りです。それらに差がないから差を取って悟り、この悟りの状態が大事なんですけれども、体が不調に陥る、心が落ち込むということによってバランスを崩します。このバランスを崩すということは悪いことではないんです。何かがすごく落ち込んだ時もそうなんですけれども、例えば感情だけが高ぶるとか、こうやったらいいんじゃないかということにとらわれたりとか、それはいいとも悪いとも、そういう判断をすることではなくて、バランスは崩れているんです。崩れた時に差を取るために上がったんであれば、全体を上げてそこに合わせる。これが次元上昇であり、覚醒です。
心意対術のどれかが急激に成長したり気づきを得たりしたら、悟りの状態ではないバランスが悪いので、その結果体が過剰な不調を表すっていうことも往々にしてあります。そんな時には悪い兆候だと取らずに、まずは体を整えることですが、感情や思考が先走っている時には、感情や思考を見つめて認めて思っている方向にするためにはどうしたらいいんだろうか、それを考えていくと全体的な悟りが上がっていきます。ですから今後感情が大きく動いていても立ってもいられなくなるみたいなことがあるかもしれません。それは心の次元上昇が起きていると認識してください。そのような時には意識、思考と体、それらがついていってない状態です。あまり頑張って追いつこうとすると体調を壊しますので、まずはそのようなバランスが悪い、体調が悪いと思った時には、うぶすな様というあなたを一生面倒見ていただける高格な神様、うぶすな神社にお参りして、うぶすな様に心意体術統一をお願いしてみてください。喜んで後押ししてくださいます。うぶすな様というのは、あなたが住んでいる場所、その場所を管轄する神社の上空数十メートルのとこにいらっしゃる神様です。その神社では最も高格な神様で、それはお祭りされている御祭神様や氏神様とも違います。たとえ御祭神様が雨の御中主様であったとしても、うぶすな様の方が上ですので、間違ってお呼びしないようにしてください。では今日の話をまとめましょう。2024年はどう考えてもできすぎなぐらい1月1日から大きくいろんなことがセットし直されているタイミングになっています。1月1日が前日から続く一粒万倍日であり、またその日が転写日である、また60漢詩という暦で言えば日のえねという一番最初の日、それが1月1日に合っている。またグレゴリオ暦でもカタカムナカズータ暦でも1月1日は1月1日、そんなところでスタートする2024年は絶対に大きな変化が起こります。大きな変化が悪いのではなく、必要な変化ですので、それに乗るあなたになるのか、それともその変化に吹き飛ばされる、転がされるあなたになるのか、その選択はあなたに委ねられています。どちらにしろ来るものは来るし、その流れはもう止めることはできません。であれば、それに乗るあなたになってほしいということで今日の動画をお送りしました。そのような大きな変化があるときに、まず大事なのは神様の意に沿う生き方、あり方をすること。それがあなたがその流れに流されたり翻弄されたりしない重要なことです。まさに価値観がひっくり返るぞと火月神事の神様がおっしゃってるような2024年になると覚悟して、思いっきり価値観を変えに行ってほしいです。そんな変化の時期に大事なのは、自分がどうするのか、その流れにどう乗るのか、これを考えることが課題です。そしてその時に神様の意に沿う生き方、あり方にしていかなければ、それからの未来を大きく損ねてしまうと考えてください。大きな変化が起こる2024年には、神様の意というものが人生がガラッと変わるタイミングとして降りてきます。降りてきた場合に前兆やサインというものがあります。前兆やサインを知っておけば、神の意に気づくことができます。そういう意味で神の意に気づくための前兆サインとして4つをお伝えしました。その4つの1つ目、今まで自分が正しいと思っていたことがそうではないと分かったり気づいたりする情報に出会う。2つ目、今まで続けてきたことが本当にこれでいいんだろうかとか、どうしてもやる気が出ないとか、そのような疑問が湧いてきたりしたら、それはサインです。自分を見直すタイミングが来ています。そして3つ目、衝撃的な出会いをする。それは人であったり本であったり YouTube であったり、まさに欲していたもの、魂が求めていたもの、そのような感覚があると思います。その時にはその人と深く付き合ってみる、その本を読んでみる、その YouTube を見てみる、そしてその感じたこととか気づいたことを必ず文字にしておく、これをやってください。そして4つ目、体調の変化。心意対術という、心感情と思考意識と体行動と技術スキルや知識、これらがバランスが取れている状態が悟り、その悟りが差ができてしまった、
差が取れてない状態になることが不調として現れます。感情が大きく動いていても立ってもいられなくなるというような、そんな状況の場合、心が次元上昇している可能性があります。すると胃や体がついていけなくなる、そこで不調が現れるということは往々にしてあります。その時には心に合わせて思考や体、行動、そして知識やスキルを上げていこうとする、差を取っていく、上げることによって差を取っていくというふうに考えるべきです。ただそのためにどうしたらいいのか、これは一概には言えませんので、すべきことは産砂様にお参りをして、そのお届けをした上で真意大術統一悟りをお願いしてください。それでその先大きな展開が待っています。2024年に向けてあなたが変わる必要があります。大きな変化があるからこそあなたは変わらなければいけません。その変化の時期にあなたがどうするのか、どう流れに乗るのかというのはあなたの課題であり、あなたが選択でき、あなたの自由自在です。ぜひ神様の意に気づき、神様の意に沿う生き方、あり方をする2024年にしてください。そうすればそれから先あなたの人生は見違えるようなものになっていきます。これはぜひ信じてください。この情報に出会っているということは、あなたがそれが可能だから出会っています。変わることができない人はこの動画を見ることはありません。見たとしてもここまで見ません。だからあなたは絶対大丈夫ですので、一緒に今までとは違う次元に上がっていきましょう。ということでこのチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。今予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、天命、地名、画名というあなたが一番大事にしなければいけないこと、そのための重要な情報などを配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。今予言天狗と LINE でつながっていただいた方には素敵なプレゼント5つをお渡ししてますので、ぜひゲットしてください。それではまた次回動画でお会いしましょう。今日お話しした変化の中には、自分が正しいと思ったことがそうじゃなかったということに気づく、そんな情報に出会うということを一つとしてお話ししましたが、好き嫌いが変わるというのもあると思います。今まであまり好きじゃなかった食べ物が好きになったり、もしくは今まで好きだったのに好きじゃなくなったり、そのようなあなたの内面での変化というものが大きくこの時代の変化に乗るためにも重要なメッセージなんです。ですから嫌いなものをちょっと食べてみようかなって思える時があったら、ぜひそれは食べてみてください。食べてみようかなで終わってると結局変化が分かりませんので、ちょっとだけ買って食べてみるとかやってみると、あなたの世界が変わっていくと思います。僕は基本的に食べ物であんまり嫌いなものはないんですけれども、昔の経験から野菜スープという缶に入ってる野菜スープはちょっと一度飲んで吐いた経験があって、それがトラウマなんですけど、この話の中でそれが思い出されて話せたということは、ちょっと缶の野菜スープっていうのを飲んでみようかなと思います。あなたももしそれによって結構いけたとかいうことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、ではまた。